皆さんこんばんは、メディアです。今日は私の家族を紹介していきたいと思います。はい、私は前にも動画で言ったと思うんですけど、2匹ワンちゃんを飼っています。1匹がチワワとポメラニアンのミックス犬のタヌキ、チワポメのタヌキです。コラコラ。来月で1歳半になりますね。今もね暴れてるんですけどちょっと待って。はい、タヌ見えるかな。この子がタヌキです。タヌ今ちょっとね、2匹目とね暴れてるんですよ。そんな感じです。で、もう1匹がモグ、モグリン。はい、モグリンです。はい、よいしょ。この子がモグラです。この子はバービーじゃない、ビーバーカラーの男の子、両方男の子なんですけど、おビーバーカラーのモグラで、来月6月30日で1歳になります。モグリン。はいはい、みんなにお顔見せてすごいね、ペロペロしちゃうんだよね、2人とも。そんな感じの2匹と暮らしています。そうそう、なんかこれからね、結構ドッグランとかワンちゃんカフェとか行くことが多いので、あとはワンちゃんの泊まれるコテージとかホテルとか、そういうのの動画も撮りたいなって思ってます。まずは自己紹介タヌおいで。よいしょ。この子はタヌがね、赤ちゃんの時から持ってる。あ、アップにならない、ボケちゃう。あ、ボケてないかな。この子がタヌキがちっちゃい時から持っているお人形さんです。はい、よくあのぬいぐるみで遊んでますこんな感じでいつも綱引きをしてます。マグタヌボケちゃう、二人とも。タヌお座りは、タヌお座りは、お座りできるじゃん。ねえ、なんで。モグ、モグリン、モグリンハウスして。モグリンハウスは、モグハウスは、ハウスハウスハウス。よいしょよいしょよいしょ。モグはね、ハウスが割と得意なんですよね。ゲージに入れられた。かわいいね、タヌ今日も。タヌ、あ、モグかわいいですね。で、この子がね、ファーボっていう、おやつをあげられたり、カメラでドバンちゃんの様子を見れる。何これ。家電？家電なの？これ。ファーボっていうアイテムなんですけど、これでお仕事行ってる時とか、まあ、日中いない時は、チェックしてます。で、ワンちゃんが吠えたり、ちょっといつもと、行動が違うとアプリでお知らせしてくれるので、ちょっとなんか不安な時とか、タヌともぐ元気にしてるかなって時はこの子で監視しますかわいいね。あげてみるか、おやつやめとくか。はい、でこれがタヌ邪魔かわいい。あ、これがね、最近買ったものなんですけど、ルクルーゼのワンちゃんのドッグフード入れになります。これね、本当に匂いがしないんですよ。タヌくんくん嗅いでるけどすごい重いね、容器に餌を入れてます。そう、これお気に入りです。中にはあよいしょ、こんな感じで、あ、餌を入れてます。今はね、ブルーベリーの卵ボールをあげてます。はいはい。はいはい。かわいい。あー、かわいいね。ファン増えちゃうね。はい。今あるおやつを紹介していきたいと思います。これがワンちゃんのデンタルおやつっていう、ミルクガムになります。これタヌキとも大好きで、もうね、しょっちゅう買ってます。これが結構スタメンおやつかな。あとは、これが、最近トリミングに行くたびに、魚介系のおやつを買うようにしているんですけど、あ、これは、サメのフカヒレと骨がくっついてるやつです。あとは、旅行先でもね、もうね、ワンちゃんのグッズを探せちゃうんですけど、これは、どこで買ったかな？箱根かなんかに行った時に、買ったワンちゃん専用のクッキー。と
これが少し前に長崎に行ったんですけど、長崎のね、ハウステンボスかな、ハウステンボスで買ったワンちゃん用のカステラ、プレーンと人参と、ほんでほうれん草味のカステラです。で、これ見て、可愛いでしょ。めっちゃ可愛くないですか。これね、作っていただいたんですけど、おやつ缶です。おやつ缶、これね、書いていただいたんですよ。マグカップもね、あって、マグカップもめちゃくちゃ可愛いの。マグカップはまだタヌキのしかないな。これ映ってるかな。こんな風にオリジナルのグッズを発注して作っていただくのが幸せです。はい、今日のこの動画では私の家族2匹を紹介させていただきました。もうね、本当に可愛くて、大大大好きな家族を皆様にお見せできてすごく嬉しかったです。これからもね、たびたび動画で登場すると思うので、温かく見守っていただけると嬉しいです。まだいれ、まだいれ、よいしょ。カナは寝室にいます。それでは、またね。バイバイわ。バイバイ。あ、カナ、手においで。バイバイ。バイバイ。